男性がコインロッカーから取り出したのは、まるで謎かけのようなものでした。大きな箱の中には、箱、さらにまた箱、そして、箱の中に箱を入れて、それをまた詰めて、で、詰めて、まるで、マトリョーシカ。この謎の箱は、一体何？さらに、I love the Japanese coin lockers. Very 便利だし、使い方も簡単だ。We just put it here. ここに荷物を入れて、冒険に出かけるのよ。外国人観光客にも人気の日本のコインロッカーですが、追跡すると海外にも驚きのコインロッカーを発見。狭い。本当に狭いね。秘密のボックス、世界のコインロッカー事情を追跡しました。新宿駅の近くにあるコインロッカー、多くの外国人観光客が利用しています。アメリカから来た陽気な2人組、エメカさんとユウキさん。ほら、日本のビザだ。今年だけで7回だぜ。いつもコインロッカーを使っているんだ。なんと今年だけで7回目の来日。 IC カードをタッチして開けるコインロッカーも手慣れたもの。魔法みたいだろ。見てくれ、特大のトランクだよ。これが入るなんて。日本のコインロッカーはなんでこんなにでかいんだよ。預けていた荷物を見せてもらうと、新品のスニーカー、それも大量に。日本に頻繁に来るのは靴のためだ。僕たちは靴を売っているからね。円安の今、これまで以上に大量の靴を購入しては、母国のイベントなどで販売しているのだそう。卒業旅行でチリからやってきたフェリペさん、26歳。熱海、大阪、京都、姫路、岡山、福山、富士吉田、日本中を旅してすでにおよそ2ヶ月だと言いますが、昨日たまたま見かけて初めてコインロッカーを知ったんだ。あまりにも便利で、これまでの旅の間も利用していればもっと楽だったのにと思ったよ。なんと昨日まではコインロッカーの存在を知らなかったというフェリペさん。この大量の荷物をどこに行く時も持ち歩きながら観光地を巡っていたんだそう。おかげで荷物に煩わされることがなくなって旅行がしやすくなったね。滞在は残りおよそ2週間。快適な旅ができるといいですね。こちらは池袋にあるマンモスコインロッカー。便利なだけでなく、ちょっとした人気の観光スポットになっているそう。中を覗くと、ロッカーの線がモデルに集中していくように見えて、とてもいいんだ。ここは池袋で写真を撮る最高の場所だよ。この日、ロッカーの前で明らかに困った様子の外国人と遭遇しました。これはいくらだい？大きいサイズは700円、特大サイズは1000円です。それは1時間の料金？日本は安くて便利だね。
ドイツにもコインロッカーはあるけど、1時間ごとに料金が加算されるんだ。すごく料金が高くなるんだよ。こちらがドイツの駅などに設置されている一般的なコインロッカー。平日は1時間で1ユーロ、およそ168円。週末の3日間は1時間およそ250円。日付が変わるまでは一定料金が一般的な日本に比べると、確かに長時間の利用は高額になってしまいますね。そういえば、海外では一体どんなコインロッカーがあるんでしょうか？あまりないね。人が預かってくれる場所はあるけど、もっと値段が高いんだ。コインロッカーではなくて、ショッピングモールとかに荷物の預かり所があります。日本は治安がいいから、コインロッカーに入れても誰かに取られる心配がない。これがアメリカなら壊そうとする人がいるでしょうね。海外では友人の荷物の預かり所が主流。無人のコインロッカーは駅や空港などごく限られた場所が多いようです。タイにもありますか？ない、いえいえ、取材班が調べたらありました。数は多くはないようですが、バンコク市内の駅にコインロッカーが設置されていました。しかも鍵や暗証番号ではなく、指紋認証というハイテクなもの。スーツケースが入る大きめサイズなど大きさはいろいろですが、気になるのはこちら。縦8センチ、まるで引き出しのような小さなサイズ。狭い。本当に狭いね。ノートパソコンなどにぴったり。料金は1時間で170円ほど。小さいからといって特別安いわけではないそうです。この日、コインロッカーになんとも奇妙なものを預けていた男性に出会いました。大阪からです。大阪から。月一で利用しているという池上信久さん、62歳。中から出てきたのは大きな赤い箱。しかも大きな箱の中には箱、さらにまた箱。マトリョーシカ方式で、箱の中に箱を入れて、吟味の上に吟味して、箱の中に箱を入れて、それをまた詰めて、で詰めて、使い古されたボロボロの箱ばかりがいっぱい。しかし池上さんにはとても大切なものなんだそうです。大量のボロボロの箱、一体何に使うんでしょうか？やってきたのは新宿にあるビルの一室。そこに箱を持ち込むと、続々と人が集まってきました。この日は男女9人が集合。これはこれだと思います。こっちは分かります？何やら暗号のような問題に挑む男女。例の箱はその脇で物々しく施錠されていました。実はここ謎解きゲームのイベント会場。大丈夫かな？大量の箱はゲームで使うための小道具だったんです。5年前脱サラし、謎解きゲームのイベントを始めた池上さん。以来大阪から月に1回東京でイベントをする際は、コインロッカーへ荷物を預け観光するのが楽しみといいます。夜行バスでやってくるんで、ホテルとかは3時以降でないと荷物扱ってくれない。コインロッカーの中には持ち主だけが知る
訳ありのものが入っているんですね。この日、管理会社による放置された荷物の回収作業が行われていました。5日以上のものは回収、一定期間保管し、持ち主が名乗り出なければ処分になるんです。見た目はプレゼントっぽいですね。時には不思議なものが入っていることもあるそうで、小銭とかがバラバラに置いてあって、何のために預けたのかなっていうのが。200円を払ってコインロッカーに。確かに利用者の目的が不明です。さらにゾッとしたというのが、マネキンの顔開けた時にあるとびっくりしますよね。確かに知らずに開けてマネキンの頭が入っていたら寿命が縮まりそうですが、偶然にも取材中、マネキンの頭を入れる人が。聞けば美容専門学校の学生で、カットやヘアメイクの練習に使うものだそう。この後カラオケに行くそうですが、くれぐれも出すのを忘れないでくださいね。午後9時、50代のジャイアンツファンの男性に出会いました。預けていた大きな荷物の中身は、これが吉川尚輝選手の、これは丸選手のユニフォームです。これが最近ジャイアンツの選手のユニフォームだけで5枚も。聞けば1週間で茨城、東京、横浜と移動しながら4試合観戦するといいます。ところでお住まいはどちら？大阪府ですけど。あ、大阪からこっちへ来られて。はい、大阪だと、はい、あの阪神とか、はい、多いじゃないですか。それは去年は阪神が優勝したんでね、はい、あ、ちょっとそれはショックでしたけど、ね、聞けば大阪だと阪神ファンが多く肩身が狭いため、東京へ来て大勢のジャイアンツファンに囲まれて思いっきり応援するのが幸せなんだそう。球場に大きな荷物を持ち込めないため、試合の合間はコインロッカーが必須なんだそうです。旅行者の強い味方、コインロッカーですが、全て使用中だったよ。休日ともなると全てのコインロッカーが使用中になることもしばしば。そんな中、大きなスーツケースを持った男性が、ここはいっぱいだ、他のロッカーを探さないと。この日の夜のフライトでインドネシアへ出発するという家族。それまで荷物を預け、食事や買い物をしたいのですが、あったぞ、荷物を入れよう。これで一安心。ところがスーツケースが少し大きくて入らず、向きを変えてチャレンジしますが、やっぱりダメ。どれも小さいわ。やむなく荷物を持ったまま観光することに。ところが20分後、身軽になった家族と遭遇。あったよ。ああ、近くのデパートでコインロッカーを見つけたよ。コングラチュレーション。ありがとうございます。またね。街の至る所にあるのが日本のコインロッカーの魅力ですよね。